こんにちは、ピヨ先生です。私は北海道民なのですが、今回は北海道のゴキブリに関するスレを見ていきます。私は人生でゴキブリなど見たことないのですが、北海道にゴキブリがいる聖域が存在するそうです。ぜひ最後まで見ていってください。それではどうぞ。北海道ゴキブリの聖域が爆誕。北海道でゴキブリが気にびっしり、なぜ札幌の高級住宅街の隣が聖域となったのか。ゴキブリは冬の寒さが厳しい北海道にはいない、と言われるが、札幌市内の高級住宅地の近くに、ゴキブリの聖域がある。ゴキブリに馴染みの薄い北海道民は、他の虫のように平気で触ったりもして、積極的に駆除しようという様子はない。その一方で聖域のゴキブリたちは、命を脅かす敵にさらされ続けているという。ゴキブリの聖域は、札幌市の中心部から西へ 3.5 キロほど、市民の憩いの場である丸山公園にある。北海道のゴキブリを研究している北海道大の西野博史准教授は、文字で見るだけでも鳥肌が立つような説明をする。暖かくなる5月から一気にゴキブリが増えて、6月になると、もうすごいです。夜になると、こんなにいるのか、と思うくらいめちゃくちゃゴキブリが飛んでいる。木にびっしりと張り付いている時もある。木に捕まる場所がないので地面を歩き回っているやつもいる。交通の便が良く、自然豊かな丸山地区は、札幌一の文教地区として知られ、高級住宅街として名高い。そんな家々に、夏場になるとゴキブリが入ってくることがあるそうで、住民が何の虫なのかと専門家に調べてもらったところ、ヤマトゴキブリだとわかったという。西野さんはフェロモンによるコミュニケーションについて、ゴキブリを使って研究しているが、ゴキブリに対して抵抗感がない人が周囲にかなり多いことに気がついた。本州の人は一発でゴキブリだとわかるので、こちらで出会うとここにもいるのかとめちゃめちゃびっくりするみたいです。でも、北海道の人は割と温かい眼差しでゴキブリを見ていると、山口県出身の西野さんは語る。ゴキブリを見つけたら絶対に殺さないと夜も寝られない、みたいなイメージがあるじゃないですか。ところが、北海道の人は好奇心を持って、ゴキブリを手に取って見る人が結構いて、びっくりしました。何も危害を加えないんだったら、別に捕まえてもいいんじゃない、くらいの印象を持っているようです。しかし、丸山公園のゴキブリたちは、外に生息域を広げられない理由を抱えている。西野さんが説明する。丸山公園のヤマトゴキブリはラブルベニアという菌類に汚染されていて、秋口になるとバタバタと死んでいくんです。昆虫に寄生する菌類といえば漢方薬などの材料に使われる冬虫夏草が有名だが、ラブルベニアの一種はヤマトゴキブリの触覚に寄生する。寄生された触覚はどんどん短くなり、ゴキブリは餌やメスを探すことが困難になって、やがて死んでしまうのだ。ラブルベニアに完全に侵されてしまうと、動きがヨタヨタになって、見ていてもかわいそうな状態になります。集団性があるゴキブリは、触覚を触れ合わせることで、仲間とコミュニケーションを図る。その接触を通じて、ラブルベニアは集団の中に広まっていく。聖域の生息密度が高いことが、ラブルベニアが蔓延しやすい原因になっているという。自然界のヤマトゴキブリがラブルベニアに感染していることはほとんどないらしいのですが、丸山公園の個体はほぼ全て感染しています。なので、寿命を全うできず、人間だと30、40代で死んでしまう感じです。西野さんは3年ほど前からヤマトゴキブリを使って研究をしているが、元気そうな個体を採集してきても、1から2週間で触覚がラブルベニアに覆われてしまい、次々に死んでしまうのだという。ゴキブリを使う研究者としては、なんとかラブルベニアの蔓延を防ぎたいのですが、なかなか難しい。様々な条件が重なることで維持されている、ゴキブリたちの聖域。これからも北海道の人たちは、温かく見守っていくのだろう。どうしてこのスレを開いた？北海道にはゴキブリはいないと聞いてたもんで。北海道にはいないと聞いて信じて疑わなかったんだよ。島民はゴキブリを手に取るのか？本当か？ほんの出来心ですか、サカ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 サ。生き物ニュースみたいなの好きなので。人気に嫉妬して。カミキリムシの方がキモいしな。スーパーの駐車場にいた。どでかく、つついてもほとんど動かないズーズーしさ。存在に気づいた人はみんな気味悪がってた。外来種だけどラミーカミキリは綺麗だよ。カミキリムシはかっこいいし綺麗だから全然平気だわ。ゴキブリよりも天袋にスズメバチガスを作ってた方が嫌だったな。熊どころか何もしないゴキブリを殺す人間はわがままだな。ワイも結構大人になるまで平気だった家の中で飛び回るのを見るまでは。ゴキブリは最近ようやく手で掴めるようになった。あんなに嫌いだったゴキブリもよく観察してみるとただただ臆病で可愛いとさえ思える。苦手意識ってのは訓練によって克服できる。本能的な嫌悪なんてものは存在しないことを学んだ。動くスピードが問題なんよ、年々進化してる気がする。お前が老化して遅くなってんだよ。
やめろおい、マジでやめろ。ゴキブリのなる木。札幌にはゴキブリも雪虫も駅のコックスに感染したキタキツネもいるよ。この菌、どんなゴキブリにも感染とかなると生態系ぶっ壊しかねないな。森林ではわらじ虫とかと並んで最初の分解者だからね。北海道にいるんだね。島民、手を洗え。森で暮らすゴキブリさんは森のお掃除屋さんであり正義の味方だけど、人間のテリトリーを犯し食中毒菌をばらまきに来るようなテロリストは駆除しないと。北海道民はこれまで慣例であまりゴキブリ被害に遭ったことがなかったから気づいてないのかね。ゴキブリがどうしても嫌なら北海道に引っ越せばいいと思ってたらそんなことはないのか。結構、道内でもニセコ除いたなら一二を争う高級エリアじゃね。ふ。ゴキブリをカブトムシのように観察する道民。ここにも社会のゴキブリみたいな無職がびっしり。道民にはカブトムシ感覚なのか？そんなわけない。山や自然に住むのはいいやつだよ。家の中にでなけりゃ死骸とか掃除してくれるただの駅中だからな。カサカサ。北海道は今は雪虫だろう。本当にここ数日ひどい、まともに外に出られなかった。雪虫って名前は綺麗だよな。大量発生とか聞くと、ダイヤモンドダストみたいな光景を想像してしまう。アブラムシのことを雪虫って北海道では呼ぶんだよ。雪が降る前に発生するのと、お尻に雪みたいな白いモフモフがついてるから。雪虫アタックはダイヤモンドダストと違い合うん。ゴキジェット噴射するやついないのかよ。ゴキブリのいる本州、雪虫と猛吹雪の北海道。あれ？本州の方がよくね？雪虫は家の中にでないけどな。ラブルベニア欲しい。ゴキブリには家屋性と森林性がいる。森林性はまあカブトムシ取りの下道みたいなもんで害はない。本気で注意って書いてあったけれど、あれ？そんなにキモいって感じがしない。気に留まっているからか、ゴキブリ感がないな。ゴキブリは飛ぶの苦手なのにめちゃくちゃ飛んでるとかなんでこんな嘘つくんだろ。滑空はするぞ。木に登ってそっから遠くへ滑空してんだろ。こちら北海道ゴキはいないが、今時期にカメムシ大量発生。ラブルベニアさん有能すぎない？その菌を本州のゴキブリにも寄生させればいいんじゃない？昆虫に寄生する細菌らしいから、ゴキブリ限定じゃないのでダメだよ。他の種類の昆虫への寄生が拡大したら、生態系のバランスは崩れるし、人間の生活農作物の花粉受精にミツバチ使ってる農家が困るだろ。にも影響が出るよ。北海道のゴキって船虫ほどの大きさ何でしょ。だからのんきに注視してられるんだ。ゴキブリいるいないってそんな大事な問題なの？札幌から出たことないからわからん。人によっては、ゴキブリが頻繁に出るということが引っ越しの理由になったりするといえば問題の大きさがわかるだろうか。誰だよ北海道にゴキブリがいないと言ってたやつ、いるじゃねえか。本州では大の男でも震え上げる G を素手でもて遊ぶとは恐るべし道民。北海道ダメなのかよ。A を安息の地にするのはどうしたらいいんだ。A ゴキブリ嫌うの本能だろ。高速移動と柔らかさが絶妙にキモい。遅くて硬かったらそこそこ人気出たはず。野外にしか生息しないならカブトムシと大して変わらんからな。生まれてこの方40年以上見たことないわ。道民は女子でもゴキを恐れないからすごい。友達。てかってない方の G か。ゴキブリとかどうでもいいから雪虫なんとかしてや。道路にいるだけでびっくりするのに。ヒグマと戦うために集結したのか。猫2匹いるからゴキブリ出現は覚悟している足高軍曹も猫に怯えず来てくれー。まあ札幌だし。森のお掃除屋さん。飛んでるとカブトムシくらいの圧がある沖縄ゴキブリ。俺らのゴキとは別物だな。中よな。道民はゴキブリほとんど見たことないの？そうでしょうね。ゴキブリの話なんて聞いたことありません。暖かいところにいる植物園の蜂の下や温泉旅館で見た。他にもススキノとか繁華街にもいる模様。一回だけ見たことある。ラーメン屋の壁に貼られたメニューの裏にゴキブリいた。ゴキブリの聖域。岡山県あたりに行ったら、木にびっしりセミがいて怖かった。木にびっしりとはすごいな。関西だけど見たことがない草むらに潜んでるのは見たけど。読んでみたらなかなか切ない話で終わった。そこから動かないならいないのと変わらんな。暖かく見守る道民。いくら北海道でもゴキくらいわかるやろ。なんでツルツルの壁を登って蹴るのかわからんって場所に張り付いてた時の鳥肌が。ゴキブリはルッキズムの最大の犠牲者。北海道民に奴らの恐怖を思い知らせてやりたい。ゴキブリは噛むでしょ。触らない方がいいよ。何の虫なのかて。ヒント地球沸騰か。コオロギに伝染しないか心配だな。寒いのにゴキブリが出没するの北海道の利点いず何って感じだな。試されすぎだろこの大地。ゴキブリ好きには聖地だな。やっぱ試されてる人たちは面構えが違う。最後までご視聴ありがとうございました。面白かったと思ったらぜひチャンネル登録と高評価お願いします。次回もお楽しみに。